ピッチでちょっと上がってる状態ですので、8の、6のコンフォートマットを 3% で今登録しています。で、中間ラインのところには 6% の、8マットを使っています。で、この根元を染めて中間の部分のくすみを取りながら上から、かぶせていきます、色を。で、このかぶせているのは何だっけ？コンフォートマットのロッドグリーン、はい、それを2対1で、割って、あのグリーン味が強いんだけどしっかり深くて、体色も少ないタイプのカラーの仕上がりにね、あの仕様としてます。で、今根元からこう 3% をトークして、中間ラインに 6% を使い、その上から全部 3% のカラー剤をトークしてます。っていうのは、あの 6% を何で使うかというと、あの 6% で 3% ですね、あの根元の部分はリフトしたくないので、そこの部分を暗めに処方をするんですが、中間部だけは 6% でやって、そのくすみをフォローしながら全体的に染めていきたい。もうだからもう根元の部分が明るさ、あの新成分が出てないので、そういった部分に対応した今カラーの